あんたみたいな無能が入れる会社って、どれだけレベルが低いところよ。どうせろくでもないブラック企業で、下っ端として適当に使われてるんでしょ？デザイナーとして成功した私とは、大違いね。俺は今日、同窓会に出席していた。かつての友人たちと楽しく飲んでいる中、突然、俺の元に近寄ってきた一人の女が、いきなり俺のことを侮辱してきた。そして、彼女は続ける。同窓会なんかに出てないで、さっさと帰って転職活動でもすれば？わかったらとっとと出て行きなさい。気づけば周りは静まり、みんな俺たちに注目していた。しかし、俺はどれだけひどいことを言われようと気にしなかった。まあ俺は、お前の重大な秘密を知っているからな。俺の名前は山城和樹。建設会社に勤務する31歳だ。俺はある日、あられもない姿で寝ていた。映画のワンシーンを頭に浮かべながら、そこで俺が主人公となって物語を進めていくのだが、現実とはあまりにもかけ離れた世界に、俺は絶望していた。俺は昔から夢見がちな人間だった。公私ともに認めるどんくさい俺は、映画の世界に没頭していた。俺の生きがいは、その幻想みたいな世界観の中にあった。そんな夢見がちな俺は、高校に進学しても、日々を漠然と送っていた。映像で見た世界への憧れは、その時でも続いていたが、現状の今の自分と、それをどう結びつけるかわからないでいた。洋画は毎日見ていたが、ほとんど吹き替えか字幕付き。まあ、英語がわからないのだから仕方がない。印象深く残るセリフも、翻訳者が実際の和訳と主観を織り交ぜたものだろう。俺は字幕や吹き替えなしで、映画中で話されている言語を理解しながら映画鑑賞できるようになるのが夢だった。しかし、その夢は絶望的だった。さっきも言ったが、俺は英語がわからない。元より英語の成績は常に最低限だった。英語の授業中、先生に当てられて英文を読むことがあるのだが、俺が読んでいる間、周りから笑いをこらえるような失笑の声が聞こえた。山城、もうやめてくれ。どこからかそんなセリフが聞こえてきた。どこかひらがなめいた俺のたどたどしい英語は常に笑いの種となっていた。あんたほんと耳が悪いのね。ちゃんと聞き取ることができないから発音もできないのよ。そう俺にきつい言葉を言ってきたのはクラス一の才女、鏡優香だった。優香はクラスで一番というだけでなく、学年内でカースト最上位にいる存在だった。美しい外見に、成績優秀、そしてスポーツ万能。さらに、家は金持ちという、非の打ち所がない存在であった。俺とは生きてる世界が違う。俺は彼女に対して、そんな認識を持っていた。そんな彼女にどんなにひどいことを言われても逆に気にならなかった。だから彼女からしたら何を言われても反応しない俺が気に入らなかったのだろう。ことあるごとに
俺をけなすような発言を繰り返した。ある日のこと、俺はその日提出期限だった課題を忘れてしまい、先生から大目玉を食らってしまった。授業の始まりからそんなことになってしまったため、鏡は今だと言わんばかりに、皆に聞こえるように俺への嫌味を言ってきた。山城ってさ、マジで無能だよね。そんだけ何もできないと、山城の存在価値って何って思うわ。ほんと、あんたと同じ空間にいるだけで頭が悪くなりそう。鏡のその発言に、クラスの空気が凍りついた。さすがに言い過ぎだろうといった表情をしているクラスメートたちだったが、彼女にそんな意見を言える者はいない。言われている俺にみんな同情してくれているような空気になったが、鏡は気にしていない。しばらく誰も言葉を発しなかったが、先生が鏡を注意することもなく授業を始めたことで、みんなの意識が黒板に向かった。その後も俺のどんくささは改善されるわけではなかった。自尊心が欠落しているのか、俺は誰に何を言われても傷つくこともなく、それを積極的に直そうとも思わなかった。そんな俺にも進路を決める時期がやってきた。俺にも希望する大学はあったが、模試の判定はいつも圏外。そんな俺に、担任の先生は叱責することもなく、希望のある言葉を言ってくれた。山城、お前は自分の思いに一直線になれる奴だと思う。お前が持っている集中力は大したもんだ。本気を出せば、何でも極めることができると思うんだ。改めて自分の思いを考えて一生懸命やってみるといい。普通なら先生からこんなことを言われたら頑張ろうと思うのだろうが、俺はその先生の言葉を自分なりに解釈した。そして俺が出した結論は、希望する大学を諦めるのではなく、進学しないことだった。先生や周りのみんなは驚いていたが、俺はいつものことながら気にせず、残りの高校生活を楽しむことにした。そんな俺とは対照的に、大半のクラスメートは大学進学を希望し、ピリピリとした雰囲気を漂わせていた。あの鏡は誰もが知る難関大学を受験するとかで、ほとんど学校に顔を出さなくなっていた。そして受験シーズンも終わり、卒業式。クラスメートたちはそれぞれ選んだ道を進むことになる。俺は友達と別れを惜しんでいると、いつの間にか近くにあの鏡がいた。彼女は希望する難関大学に見事合格したらしい。鏡はこれで最後と言わんばかりに、また俺に対して暴言を吐いてきた。あんた進学しなかったんだってね。もうあんたのこれからの人生、積んだも同然じゃない？本当にバカね。鏡はそれだけ言うと、背中を向け、校門の方に歩いていった。その後ろ姿を呆然と見ていた俺に、鏡はこっちを見ることなく、背中を向けながら、バイバイと手を振っていた。そして、12年の月日が経ち、俺は今までに一度も出席したことのなかった同窓会に出席していた。今まで出なかったのも、
今回出席したのも特に理由はない。俺のもとに同窓会のハガキが届き、今回はなんとなく久しぶりにみんなと会ってみるかと思っただけである。会場には100名近くの同級生たちが集まっていた。卒業して12年も経っているのに結構な出席率だなぁと感心した。入り口のところで立っていると、俺に気づいた友達が声をかけてきた。おお、山城じゃないか。久しぶりだな。なんか雰囲気も変わったな。俺は確かに、高校の頃と今では見た目は変わっていた。仕事で長い出張から帰ってきたばかりだった俺は、髭を蓄え、髪も結わえるほど長くなっていた。ずっと出席しなくて悪かったな。久しぶりにみんなと会おうと思って来たんだ。俺はそう言いながら、皆の輪の中に入っていった。しばらくみんなと飲みながら談笑していると、遠くから高価なフォーマルスーツで颯爽と歩く女性が目に入った。そしてその後ろを一人の女性がついて歩いている。あれ、誰だ？そんなことを思いながら目で追っていると、彼女はそれぞれのグループの輪に入っていき、名刺を渡すような素振りをしながら談笑していた。そしてその女性は次に俺たちのグループに近づいてきた。そう思った瞬間、彼女は俺のことを見るや否や、鋭い目つきで睨んできた。そして、あんた、山城？この態度の悪い女は、あの鏡か。彼女だと気づいた瞬間、鏡は俺たちのテーブルに割り込み、いきなり名刺の束を出して、俺たちに配り始めた。みんなが受け取ると、誰かが質問したわけでもないのに、自分から喋り出した。私の会社知ってるかしら？よくテレビで CM とかで流れてるでしょ？今私はそこで課長補佐をやっているのよ。だからなんだよ。テーブル内でそんな空気になったが、あの頃のクラスと一緒で、誰もそれは言わない。俺も全く興味がない態度をとっていたのだが、友達の一人が声を出した。へえ、鏡出世したんだな。その言葉を待ってましたと言わんばかりに調子に乗った鏡は、鼻高々と自慢話を語り始めた。さっきまでみんなと楽しく話していたのに、鏡のせいで台無しになってしまった。私が考えたデザインって結構有名なところで使われているのよ。代表的なビルと橋とか名刺の裏に書いてあるから見てみて。鏡の延々と続く自慢話に、俺以外の皆は、おーとか、すごいなーなどとちゃんとリアクションをとっていた。俺が頬杖をつき、しらけた態度をとっていたのだが、それが鏡に見つかってしまい、あの時と変わらない鋭い目つきで俺を睨んできた。が、つい俺はそのタイミングであくびをしてしまった。それで彼女のスイッチが入ってしまった。山城、あんたその身なりを見るとフリーターでもやってるの？みすぼらしい格好してるわね。30も過ぎてどうかと思うわ。ん？いや、俺ちゃんと正社員として働いてるけど。俺も変わらず相手にしていない態度をとっていると、
鏡の嫌味はヒートアップした。へえ、ちゃんと働いてるんだ。正社員って言っても、あんたのことだから、どっかのブラック企業で空気使われてるんでしょ？あんたみたいな無能を雇うなんて、たかが知れてる会社でしょうけどね。俺は、そんなことを言われても、特に怒ることはなく、珍しいものを見るかのような表情で、思ったことを言った。鏡って、よくわからない根拠で人を決めつけるとこ、相変わらずだな。よくそんなんで管理職なんかになれたな。俺が言った言葉に、鏡はみるみる顔が赤くなっていった。あなた、この私をバカにしてんの？ゴミ会社のゴミ社員のくせに、生意気なこと言うんじゃないわよ。悔しかったら、私みたいな一流企業の社員になってみなさいよ。同窓会なんかに来てないで、さっさと帰って転職活動でもしてなさい。鏡は言い切って、息を切らしていた。気づけば、周りは静まり、みんな俺たちに注目していた。俺はなんともないけど、せっかくの同窓の空気を悪くしちゃ悪いな。俺はそう思い帰ろうとしたが、ふと思い立った。わかったよ。言われた通り帰るよ。その前に、お前の名刺ももらったし、とりあえず俺の名刺も渡しておくわ。俺はそう言って自分の名刺を鏡に渡した。鏡は冷ややかな目をしながら俺の名刺を受け取ったが、名刺に視線をやると目を見開いて固まっていた。嘘でしょ？これ私の会社の親会社の名前じゃない。それに、海外事業部って、エリート揃いの部署じゃない。いやいや、ありえないわ。あんた、こんな偽物の名刺作って、ただで済むと思ってんの？何言ってんだ？正真正銘、俺の名刺だけど。そう、俺は今、鏡の会社の親会社に勤めている。俺は高校生の時、職員室にあった青年海外協力隊のパンフレットを見つけた。それを見た瞬間、俺の進路は決まった。高校卒業後、俺は協力隊員として発展途上国で活動していた。そしてインフラ整備事業で派遣されていた今の会社に見込まれて、正社員として働き始めたのだ。ふと見ると、呆然としている鏡の後ろにいたお月の女性が、あたふたと鏡のことを心配そうに見ている。あれ？もしかしてこの人？俺は名刺を見たまま固まっている鏡に話しかけた。俺さ、今そこで、部長補佐として働いているんだわ。これでも会社のことは何でも耳に入れるようにしてるんだよね。もちろんお前が働いてる会社のことも。そこで聞くが、鏡。お前、何か隠してることあるだろ。俺がそこまで言うと、やっと名刺から目を離し、俺の方を見た。そして、俺の言っていることを理解したのか。はあ？あんた何言ってんのよ。そもそも高校時代、まともに英語も話せなかったあんたが、海外で働いてるですって？よくもそんな嘘つけるわね。俺の質問をはぐらかし、さらに俺に疑いの目を向けてくる。俺は協力隊員として海外で生の英語に触れた。
高校で習った英語とは比べ物にならないほど、俺の中に経験とともに吸収されていった。入社してから何度も海外に赴任し、今では日本にいることの方が少ないくらいだ。だから今では英語なんて何も苦ではない。ということをこいつに言っても分かってくれないだろうな。俺はこのまま話を続けてても意味がないと思い、先ほどの質問の核心を聞いた。さっきのお前がデザインしたビルや橋って、実際お前が手掛けたものじゃないよな。そのデザインをしたのは、今お前の後ろにいる高田美雪さんなんだろう。俺の発言に周りの皆が驚愕するのが分かった。俺からいきなり名前を呼ばれた当の高田さんも驚きの表情をしている。そして鏡はその瞬間高田さんの方に視線をやり、何も言うなと目で訴えていた。あんた、私のことをどこまでバカにするの？名誉毀損で訴えるわよ。そう脅してきたが、俺はひるまない。そして続けていった。実は、お前が突然優秀なデザインをするようになってから、上層部では疑問の声が上がっていたんだよ。そして調べていくうちに、高田さんの名前が上がったんだ。過去にコンペで何度も優秀なデザインを出していたという彼女に、目をつけていた人は多くてね。それで、お前がコンペでいきなり最優秀賞を取ったとき、そのデザインが高田さんのものと酷似しているということに気づいた人も多かったんだよ。その後もそのようなことが二度三度と続くことで、疑いは濃くなり、調査が入ったのだ。俺がそこまで言うと、鏡は顔を真っ赤にしながら震え出した。観念したかと思ったが、鏡は予想外のことを言ってきた。私はね、高田にちゃんとお金払ってんのよ。この貧乏人がお金が必要だからって、私が助けてやってんの。あんたなんかに文句言われる筋合いなんてないわ。先ほどまで上品ぶっていた姿とは打って変わって、そう声を荒げる鏡は、品性のかけらもなくなっていた。鏡の後ろでは、高田さんが自分のせいでこんな状況になってしまったのではないかと、おろおろしていた。あのさ、お前には仕事への思い入れとかないのか？高田さんの今までの作品を見てきたけど、彼女のデザインにはちゃんと気持ちがこもっているのがわかる。それを金でかっさらって自分のものにしてきたお前に、デザインを語る資格はないわ。少しくらい仕事にプライドを持てよ。俺が鏡を諭すと、後ろにいた高田さんが、わっと声を上げて泣き始めた。すみません。私の父が病気になってしまって、治療のお金が必要だったんです。デザインを渡す代わりに、鏡さんからお金をもらっていたのは事実です。私が悪いんです。申し訳ありません。一度その取引をしてからは、鏡の要求はエスカレートしていったらしい。今では、自分の身の回りのことまでさせるようになり、今日もカバン持ちとして連れ回していたようだ。高田さんの弱みにつけ込んで、やりたい放題している鏡に、さすがに俺も怒りの感情が湧いてきた。周りが固唾を飲んで見守る中、鏡は吐き捨てるように、覚えてなさい。
後悔させてやるから。そう言って会場を出て行った。俺は鏡の後ろ姿を見ながら、お前の方こそな、と心の中で言い返した。数日後、一週間ほど休暇を取ってから、俺は出社した。俺は上司に同窓会で起きたことの顛末を報告した。そうか、わかった。上司はそう一言だけ言った。その後、会社で人事異動があり、高田さんは総務部から設計デザイン部に異動になることが決まった。一方、鏡は高田さんと入れ替わりで総務部に異動することになったのだ。総務部内でも鏡の一件が周知されているらしく、当人は誰からも相手にされず、肩身の狭い思いをしているという。俺は昔からどんくさく、鏡にもよく馬鹿にされていた。そんな俺でも、海外で現地の人と触れ合っていくことで、英語が身につき、満足できる人生を送っている。夢見がちだった少年は今、夢を実現することができた。現実も捨てたもんじゃないな。ふと心の中でつぶやいた。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。